長浜ロマンビール株式会社は、クラフトビールの製造、直営レストランを運営する企業。滋賀県長浜市で、クラフトビールの製造、直営レストランを運営している。2016年からウイスキー製造免許を取得し、2017年から熟成前の原酒を販売開始。クラシックなエールを基本とし、ホップによる苦味と素朴な香りを生かし、 ロマンビールならではの深い味わいに仕上げた自信作。常温発酵するというだけあって、日本のビールというよりは、ギネス、バスペルエールのようにゆっくりと時間をかけて楽しめる味です。日本地ビール協会主催のビアコンペティション、ジャパンカップ99アメリカンエール部門で金賞受賞。アルコール度数約5.5%ピルスナートは、 チェコのピルゼン発祥、喉越しがよく黄金色の輝き、雪のように白くきめ細かい泡を持つビールのこと。アルコール度数約5%バイツンとは、ドイツのバイエルの発祥、原料に小麦を50%使用し、炭鉱色で柔らかい酸味が特徴のビールのこと。アルコール度数約4.9%スタウトとは強いという意。 ローストモルトによる濃厚な味わいと芳醇でスモーキーな香りが特徴の黒ビール。アルコール度数約4%。ありがとうございます。